中央アジア日本対話は日本とウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、タジキスタンなどの中央アジアの国々による協力に関する新たな枠組みを通して日本と中央アジアの関係を新たなレベルへと発展させていくための政治的なイニシアティブである。外務省によると中央アジア日本対話は地域を超えた協力を促進するための働きを果たしている。 2004年8月28日にカザフスタンのアスタナで他の4つの中央アジアの国々と日本の外務大臣同士の会合が行われ共同声明が出された。共同声明は多様性の尊重、競争と協調、開かれた協力などの基本原則、日本と中央アジアの国々との関係強化、中央アジアの国同士の協力連携強化、 国際条理における協力という4つの方向性からなっていた。共同声明では対話の主な目的についても言及している。共同声明では日本が中央アジアと連携協力する具体的な分野についても問題提起がなされた。2005年3月4日に参加後カ国はウズベキスタンの多種検討で再び会合を行い、そこで参加国は中央 アジア日本対話の重要性を再確認した上で、対話の枠組みを活用し具体的な協力に関して促進していくことで合意した。2006年6月5日、会合が東京で開催され、5カ国の外務大臣が今後も集まり会合を行うことで合意を得た。この会合では、日本と中央アジアとの交流をより一層進めることに関しても議論を行い、 地域環境力を推し進め、日本が多くの分野で援助を行うことで一致した。この会合には、アフガニスタン外務大臣がゲストとして参加した。加えて、日本、中央アジア領地域の知的交流を深めるため2つの知的対話が東京で開催された。2012年11月10日に、東京で第4回外相会合が行われ、キルギスのエルラン・アブギル大夫外務大臣、 日本の黒羽光一郎外務大臣、カザフスタンのエルラン・イドリソフ外務大臣、タジキスタンのハムロ・ホンザリフィ外務大臣、トルクメニスタンのラシット・メレドフ、副首相権外務大臣、ウズベキスタンのウラジーミル・ノロフ第一外務次官が会合に出席した。会合において、日本政府が地域協力促進のため総額7億ドルの支援をすることが確認された。中央。 アジア日本対話を創設した日本の努力は1997年に橋本龍太郎元首相が打ち出し現在も続くシルクロード外交の一環であり現在の日本の中央アジア政策を表す用語であるこの政策には二つの異なる目的がある一つは中央アジア各国と日本の二国間の関係を強化することでありもう一つは 中央アジア各国同士の対話を促すことである。中央アジア日本対話創設の主目的は主に校舎の中央アジアの国同士の対話促進にある。元外務大臣の麻生太郎は日本が新たに中央アジアに注目するに至った4つの理由を挙げている。麻生外務大臣は日本は開かれた地域協力に向けた機運を高めるためのサポートを行うことができる。 中央アジアの国同士が自発的に協力し合えるようになることが望ましい。中央アジアの国々が自分たち自身で協力、連携を行うための機会を持てるようになれば良いとも発言している。アナリストは地域の発展協力の分野における日本の努力、特にアフガニスタンに関連するものは有益であり上海、協力機構のような他の協力機構と、 相互補完する役割を果たしている。と述べている。中央アジアの国々と日本の二国間関係の発展に沿った中央アジア日本対話は上海協力機構の影響力が増す中で大体となり得るものであるとされている。ありがとうございます。